カダの、リールに巻いている糸です。イカダのリールの場合は、伸びの少ない、フロロカーボンの糸を、使うのが一般的になっています。まあ、それ専用の、このサンラインから出ている黒だ、イカダかかり釣りという糸とか、イカダチヌスペシャル、あとは、普通のハリス、普通のこの磯釣りで使うようなこのフロロのハリス、これも使うこともあります。基本的に 1.7 号から、2号ぐらいの間を、巻きます。